こちら幻のダウンジャケットについてのお話をしていきたいなと思います。僕はですね、過去今まで300万以上はダウンジャケットにつぎ込んできてるんですね。そんなダウンマニアみたいなおっさんが作ったダウンジャケットってどんなやつなんっていうことで、今回こちら作っております。はい、本日ですね、こちら幻のダウンジャケットについてのお話をしていきたいなと思います。ということで、僕はですね、過去今まで300万以上はダウンジャケットにこの2年、2、3年でつぎ込んできてるんですね。で、まあ、今後もいろいろダウンジャケット買っていこうと思ってるんですけども、そんなダウンマニアみたいなおっさんが作ったダウンジャケットってどんなやつなんっていうことで、今回こちら作っております。で、なんと12月22日から予約販売をしようと思ってるんですが、申し訳ないんですけど、来年は値段が 100% 1万以上上がります。だからもうこの段階で予約してもらった方は据え置きの値段になってるんですけど、来年になったらちょっともう1万以上上がっちゃうんですけども、まあ、それどんなやつなんですか、どうなんですかってめちゃくちゃ問い合わせいただくんですよ。だからこの動画でアンサーっていうことと、それ以外にやったら購入の方法、12月22日から10日間限定しか受けてないので、どうやって買うのとか、もしくはこの裏地赤バージョンってどうやって選択するのみたいな話をねしていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、質問結構いただくんですけど、どういう質問がいただくかというと、まあ、今回購入する中でこれ早いもん順ですか、もしくは限定販売なんですかっていうお声いただくんですけど、まだね生産は始まってないんですよ。で、この注文を見て、で数を見てから生産をしようと思ってるんですね。なので今回予約していただいた方には必ず、届くようになってます。だから10日間ゆっくり悩んでください。いや、どうしようかな、いやでも高いし、だって10万も超えるダウンジャケットや、でもどうしようかなって悩んでくださいね。で、悩んでいただいて、12月の末が多分締め切りやったと思います。で、それ以上はもう一旦受けません。予約はもう受けないので、そこまでゆっくり悩んでください。だから先行販売でも早いもん順でもなくて、確実に予約を受けて、確保するっていうような予約の感じになってます。これがね、結構質問多かったです。これ早いもん順ですか、どうしたらいいですかっていうことをいただいたんで、安心してくださいと。10日間は、必ず予約受けるので、在庫数はこの後決めるっていう感じになってますので、安心して悩んでいただければなと思います。そして今回今ね、ダウンのフィルパワーの数値を正確に、一般社団法人の方に出してます。この中にね、ダウンが入ってるんですよ、この今回使ったダウン。とりあえず確定してるのは900フィルパワー以上は確定します。だから910フィルパワーなんか、915フィルパワーなんか、もしくは950フィルパワーなんかっていうのが正確にはまだ分からないんですけど、900フィルパワー以上っていうのはもう確定してて、もちろんね、僕ダウン好きな人からしたら、ダウンってポーランドとハンガリーですよねってもう知ってはる方ばっかりだと思うんですけども、そうです、今回ハンガリーのダウンっていうのを仕入れておりますので、ダウン 95% フェザー 5% なので、ほぼほぼ跳ね抜けが少ない、破れてくるっていうのが少ないっていう状態にしてるので、こんなん見たことあります？うわー、待ってきた、こういう感じですね。こういった羽毛を使おうと思ってます。ほんま最高級の、見てください、ふわふわのねダウンが中に入ってます。これをまさに入れてますので、このふわふわの、綿が入ってるということで楽しみにしてください。後でこれ掃除しないといけませんね。ずっとこれ多分ダウンが待ってると思いますけども、お許しください。ちょっとまあ待ってますけど行きましょう。そして次がですね、来年だってお前値段上がるのなんでなんていうことなんですけど、値段がですね、全材料上がっていきます。っていうのも今回採用しているダウン以外にも表地もね、めちゃくちゃ高い表地使ってるんですよ。これイタリアのナイロン生地を採用してて、ナイロンブランドなんですけど、ここにまあイタリーって書いてますけども、それをこの表地に全部採用させてもらってて、まあ、それが普通のアウトドアブランドとかのほんまに4倍とか5倍ぐらいする値段のやつを採用してるから、もともと高いっていうのもそうやし、あと、まあ、僕のチャンネルよく見てくれてる人ってご存知だと思うんですけど、ファスナー、このファスナーが YKK の中でも一番いいハイブランドとかシャネルとかグッチとかが使ってるエクセラっていうのを使ってるんです。で、これなんでなんかっていうと、今回作ったダウンジャケットって大人に向けて作ってるから、あんまりアウトドア感出したくなかったんで、こういうのでちょっと上品な感じが出るようにっていうことで、まあ大体ファスナーは僕いつもエクセラ使うんですけど、こういう感じ、ちょっと光感があるような感じ、ライトによってはちょっと光ったりもするし、光が当たらなかったら結構マットな感じなんですけど、そういうのを使ってるから値段がもう全然毎年上がっていくので、ほんま据え置きにしたいんですけど、まあ 100% 上がるやろと、ダウンも上がるし、表地も絶対上がるしということなんで、まあおそらく1万以上は絶対に上がると、1万5000とかで済むか、もしくは2万とか上がるかもちょっとわからないんですけど、そんな感じになってます。で、それと今回の予約で受けていただけたら、この前から一応ご用意はしてるんですよ。こういう黄色とかね、こう着用してる画像ここにありますけど、でそれ以外にやったらブルー、まあ青が得意な人はいいでしょうね。僕青得意じゃないから、僕はちょっとあれですけど、であとオレンジで、それ以外にやったらカーキですね、緑っぽい。でもこの緑はどっちかって言ったら真緑っていうよりかは少しね、なんていうんかな、真緑っていう感じでもないんですよ。でも結構要望多かったんで、最初外してたんですけど、これ絶対入れてくださいって言われたから入れたんですけど、あとはまあホワイトで、まあブラックっていう感じで、予約段階ではこのブラックメイテ6種類あるわけなんですけど、一般販売はもう絞ります。2色か3色にしようと思ってるので、この中で人気のない色はもうなくします。なので、まあ、皆さんにとって人気があるかどうかって関係ないんですけども、まあ、作る僕からしたらあんま余計な人気ない色を作っちゃったらもうロスになっちゃうので、まあ、それ
それぐらい原価かなりかけてるので、あまり余計な分作れないっていうところがね、申し訳ないですけどちょっと本音になってるんですよ。だからカラーに関しては何色が採用されるかっていうのは、今回の10日間の予約を受けてから人気のない色を省いていく感じになります。でおそらく来年はブラックと2色ぐらいで展開できたらなと思ってますので、よろしくお願いします。でその時に、いやこれサイズ交換とかできんのってことなんですけど、一応その予約していただいた方の分はサイズ前後は予備で作っていこうと思ってるので、実際問題、例えば黒のブラックが1着しか出ませんでした、 M が1着だけでしたってなったとしても、黒のブラック M と L と S 両方多分作ると思うんですよ。だからそれでサイズ交換できるようにはしてるので、まあ安心していただきたいなっていうのと、もし仮に来年になってほしいなってなった時でも、その交換されなかった分っていうのが商品として、一般商品として上がってくる可能性はあるので、まあ数は少ないですけどね、1個とか2個しかないと思うけど、それでもいいっていう方はそこで待っていただくのもいいかなと思います。で他には今回フードはねあえて作りませんでした。フードなしタイプにしたんですけど、まあ、今後要望が多かったらフードありタイプっていうのも出そうかなとは思ってたり、あとまあフードをスナップボタンにてつけるタイプ、よくモンクレールとかやってると思うんですけど、まあ、ああいうタイプにしようかなとかと思ったりしてるんですけど、まず一旦は僕個人的にはフードない方が好きなので、フードない自分が着たいものっていうのを徹底的に作らせていただきました。まあ、なのでその辺は楽しみにしていただければなということと、あとサイズ感なんですけど、よくサイズ感どんな感じですかって言われるんですけど、まあ、基本的には、まあ、日本のサイズで問題ないです。例えばノースエースとかでヌプシ着てるんやったら、ヌプシで L サイズやったらもうこれも L で OK かなって感じだし、いや M 着てんねんっていうんやったら M でも OK やし、 XL 着てるんやったら XL でも OK って感じなんで、まあ、そんなに特別でかくも作ってないし、そんな特別ちっちゃくも作ってないんですよ。だからまあ普段のサイズで OK かなと思います。で、まあ、商品ページ行ってもらったら僕が M サイズ着てる写真もあるんですけど、やっぱ M はちっちゃいですね。僕にとっては M ちっちゃくて、あのヌプシのゴアテックスもね M サイズなんですけど、あれと同じような感じ、ちょっと丈が足りひんなって感じなんで、まあ、本当日本のサイズ感で合わせてもらったらいいかなと思ってます。で、まあ、今回今まで僕50着以上ダウン買ってるんですけど、それの中でこれやっていうのをとりあえずもう入れ込んでます。例えば袖口をあえてベルクロにしてる理由っていうのも、ここ金具でもいいんですけど、金具にすることによって例えば時計がカンカン当たって気になるとかね、あとそれ以外にやったら2つのサイズしか調節できんのってどうなの、もっと自由度の高い方がいいよねっていうことであえてベルクロにしたりもするし、それ以外にもこのブロックの数っていうのも多くなればなるほどちょっと動きやすさは出るんですけど、まあ、その分ダウン量が入れれないので、今回僕 250g ダウン入れたんですけど、多分おそらく日本一か世界一かになると思うんですけどもね、ダウン量どうしても入れたかったっていうところで、このブロックの数も何個か計算しながらやらせていただきました。まあ、後ろから見たらこんな感じなんですけどね。で首元とかにはもうフリースを使うっていうのは、これナンガのホワイトレーベルが使っててめっちゃいいなと思ったんで、僕も絶対ダウン作るときは絶対ここフリースにしようとか、あとこのポケットの入れた手のところも絶対フリースにしようとか、あとそれ以外にもポケット入れた時にこっちにダウン入ってないやつって多いじゃないですか。もうこっちはもうペラペラになってて、こっち側にダウンがある、要は手の甲の部分はダウンだけど手のひらの部分ないから、ここもの寂しいなっていう方も多いかなと思ったんで、ここにはあえて中綿を入れてます。だからここもしっかりあったかい、手のひらもあったかいようにしてるっていうのも、まあ、いろんなダウンジャケット着てきた中でね、うわこれもうちょっとこうしたらええのになみたいな感じで、まあ、僕ら同じ消費者としてここ多分改善したいなとか、した方が嬉しいやろなっていうところを改善させてあげました。ではね、最後買い方いきたいなと思うんですけども、買い方が分からへんという方もいらっしゃったんで、これ以上はもう買い方分かるよって方はね、他の動画見ていただければなと思うんですけど、ちょっと買い方見たいなっていう方は、見ていただければなと思います。まあ、こんな感じで画面が出てくるかなと思うんですけど、ダウンジャケットのページに行ってもらって、これですね、ポチッと押してもらいます。でそしたら下に行ってもらうと、選べるようになってるかなと思います。サイズとかで、この時サイズとか間違えないように選んでいただきたいんですけど、まあ、下に着用画像もありますので、あこんな感じなんかとか、身長的にこんな感じかとか見ていただいて、自分のお好きなサイズを選んでください。でこの時に例えば僕やったら ブラックの今回 L を選ぶとするじゃないですか。で同じようにインナーを赤にしたいっていう方も一定数いらっしゃるんですけど、これはもうあくまでオプションなんで、普通にしてる場合は全部ブラックになります。だからブラックバージョンでが通常やと思っておいてください。いやどうしてもこれ赤にしたいって方は、裏生地の変更って下にありますので、これを入れてもらったら追加料金はかかるんですけど、これでいいっていう方は、赤に例えばしてください。でここから、今は購入のお知らせする希望するってここに書いてますけど、ここから購入するっていう画面になりますので、ここから押していただければいつも通り購入ができるという流れになっております。はい、それではね、今の購入するっていう画面がなかったんで、ちょっとシャツの、ページになってますけど、まあ、こんな感じで購入するってなったら、ここにおそらくダウンの画像が出てくると思います。で裏地赤やったら裏地赤って出てきて、それでよければ、Pay ID があれば Pay ID で支払うし、 Amazon Pay で支払うってなれば、 Amazon のアカウントがあればもう一発でつながるのでそれでもいいですし、あともうここからメールアドレスを入れていただいても結構です。例えばタクゾーって入れて、でそこから、タクゾーって名前入れて、郵便番号 581-0813、 これまあ事務所の場所なんですけどね、で泉町の
2-14 って入れてもらって、電話番号が 0729479960 で、お届け先と購入者の情報が一緒なので、ここはポチってしない。で、支払い方法は、クレジットとかあるのでクレジットをやっていくと。で、今回このクレジットの場合っていうのは多分キャンセルができるので、2024年の8月31日までキャンセルできるので、そのキャンセルはしてください。で、銀行振込とかコンビニで支払いした場合っていうのは僕の方から返金させてもらう感じになりますので、例えば来年の夏になって、うわやっぱ欲しくないな、やっぱやめとこうと思った場合は連絡していただければ、あ、じゃあ返金しますねということで返金させていただきますので、まあ、ご安心していただければなと。まあ同じく携帯とかも同じですね。ソフトバンクとか au 簡単決済でやっちゃったから、もう支払いしちゃったんやけど、やっぱりやめたいってなった場合は、8月31日までに僕に連絡していただければ、全額、指定された口座に返金させてもらうっていう感じになります。で、入力画面確定して、でこっから、あとは購入を確定してもらったら OK っていう感じになってます。まあ今ちょっとあの見本でシャツのページになってますけど、まあ、ダウンも同じようなやり方でやっていただければなと思います。で、もし仮にちょっと待てよと、そのもう一個追加で買いたい、あのダウンジャケット3着買いたいって言ってくださってる方いらっしゃるけど、そういう方とかは、例えばこれカート入れましたと、でカート入れて、これ1個入れましたと、そしたらこっから入力して買うってなるんですけども、その前にまずはショップに戻るっていう一番下の画面を押してもらって、また再度ダウンジャケットで、次はやっぱイエローがいいかなっていうことで、イエローの、あ、やっぱオレンジがいいかなってことで、オレンジの L サイズにして、今回裏地は何もなくていいから選択なしてしまったら黒色になるので、で、ここから購入やってくれたら、2点同時購入とかもできますので、そういった形で購入していただければなと思います。で、まあ迷ってはる方とか、やっぱ安い買い物じゃないので、迷ってるよっていう方は、まあ来年までゆっくり待っていただいて、それで購入していただいてもいいかなと思いますし、あとポップアップも東京でできたら11月ぐらいにできたらいいかなと思ってるので、その時に現物も、お出しできたらなと思ってますので、そういうところで実際着てみたいとかいう方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、ご安心していただければなと思っております。まあ、いかんせんね、今回僕初のダウンジャケットということで、ダウンの縫製工場さん僕5社ぐらいお願いしたんですよ。で、全部同じ仕様書で出して、どう仕上がってくるかっていうのを一つ一つ見て、あ、ここの縫製めっちゃ綺麗やなっていうところ、ちょっとこれ歪んでるなとか、ベルクロの位置ずれてるやんとかっていうのもめちゃくちゃ細かく見て、その上でここがいいって決めた上で作らせていただいておりますので、はっきり言ってこだわりは変態級でございます。めちゃくちゃ変態級にこだわっておりますので、これ来た瞬間に、あ、拓造がこれこだわってんなっていうのを随所に全部感じてもらえるかなと思いますので、まあその辺は楽しみにしておいてください。はっきり言って、まあ僕今回12万円ぐらいで出させてもらってるんですけど、まあ自分でもね、ようこの値段で出せたなって思うぐらい僕としては安く出せたなと思ってますので、満足していただけるんじゃないかなと思いますし、あとまあ今回カラーは豊富なんですけど、もし仮に黒とカラーで迷ってはるっていう方がいらっしゃったら、一回まずは黒選んでみてください。っていうのも、黒って結構ありがちな色なんですけど、これ今回マットにしてて、さらにファスナーも綺麗なファスナー使ってるってことで、めちゃくちゃ高級感あるように作ってるんで、普通の黒のダウンジャケットとはまた一味違うと思いますし、まあ黒持ってるし、もう黒いらんっていう方は、まあカラーっていうのもね、一ついいかなと思うんですけど、最もこのダウンジャケットを一番使えるシーンっていうのは、おそらくブラックにはなってくると思うので、まあブラック買ってもらうのが、まあ今回は一番いいかなと思いますが、僕個人的に買うんやったら僕はイエローです。黄色の方が興味あるので、おそらく自分やったらこれ黄色を買うんちゃうかなと思うんですけど、まあただこれってブラックある上で言ってるから、まあやっぱり最初はブラックなんかなと思ったりするんですけどね。まあブラックに関してはまた来年も絶対出るアイテムなんで、他の色はもう人気な色から削っていきますけども、そういうところで見ていただければなと思いますが、まあそんな感じで、今回は、まあ、ダウンジャケットの10日間限定の予約販売っていうところをね、見ていただければなと思います。で、購入していただいた方にはですね、これちょっと今業者さんと打ち合わせしてるんですけど、こういうジャパンメディアの不織布、ダウン用の不織布とか、あとこういったハンガー、ダウン専用のハンガーとかも今作ってるんですよ。ちゃんとこうロゴを入れて、ダウン用に厚い細いハンガーじゃなくてダウン用のハンガーっていうのも作ってるので、それも一緒にね、同封させていただきたいなと思ってます。あとそれ以外にやったら、ダウンのクリーニングっていうのも受けようと思ってますので、近々ね、動画が出ると思います。ダウンのクリーニング、兵庫県の方で一点一点手洗いしてるやつがあるんですよ。他のダウンジャケットのおじさんらと一緒にまとめられて洗うんじゃなくて、このダウンジャケットだけ一点一点手洗いでされてるっていうところがあるので、そこにもう全部依頼してクリーニングとか、優勝にはなってしまうんですけどもやろうと思ってますし、あとまあ僕のダウンジャケットは興味ないけども、他の高級ダウン持ってんねんっていう方のね、ダウンのクリーニングも受けようと思ってますので、まあ、もちろんそれはちょっと値段高くなるんですけど、僕のこのダウンジャケットやったら例えば1000円引きとかで受けれるけど、そっちの方は、まあ、定価の値段で受けるかなと思うんですけど、まあ、そんなこともねまたやろうかなと思ってますので、楽しみにしていただければなと思います。まあ、とにかく今回ダウンの問い合わせが非常に多いので、まあ、これを見ていただいて、わあやっぱ
ぱりまだ迷うなっていう方であれば、来年以降にまた見ていただければなと思いますので、それでもまたちょっと質問させてっていう方もね、下の方から質問いただければなと思いますので、ページの方からね問い合わせとか待ってますのでよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、幻のダウンジャケットについてお話ししてみたい動画になります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。